アラビー袋小路になっているノース・リッチモンド・ストリートはクリスチャン・ブラザーズ・スクールが少年たちを解放する時間を除いて静かな通りだった行き止まりの端には2階建ての無人の家が林家から切り離されて四角い辞書に立っていた通りの他の家々はそれらの中にあるきちんとした暮らしを意識して互いを茶色の動じない顔で見つめ合っていた 僕たちの家の以前の居住者司祭は奥の客まで死んだ長いこと封じ込められていたためカビ臭い空気が全ての室内に停滞しキッチンの後ろの荒廃した部屋には古い無用の書類が散らかっていたこれらの中に僕はページが丸まって湿っぽいペーパーバッグの本を何冊か見つけたウォルター・スコットの修道院長 それから、敬験な生態配慮者。ビドック回想録。僕は、ページが黄色だから最後のものが一番好きだった。家の裏の荒れ果てた庭には、一本のリンゴの木が中央に、またいくつかはびこった藪があり、その一つの下で僕は、前の住人の錆びついた自転車の空気入れを見つけた。彼は非常に自然心に富んだ死災で。 遺言で全ての金は事前団体に家の家具は妹に残された冬の短い日々が来て夕食を取り終える前に夕闇が迫った僕たちが通りで会う頃には家々は陰影になっていた頭上に切り取られた空はその墨で色を刻々と変えそれに向けて通りのランプはその弱々しい格闘を持ち上げていた冷たい空気が僕たちを刺し 僕たちは体がほてるまで遊んだ。僕たちの叫び声は、静かな通りにこだました。僕たちは、家並みの裏手の暗いぬかるんだ路地を、小さな家々から乱暴な連中の手洗い攻撃を受けながら抜け、灰柄穴から匂いの立ち上る暗い水浸しの庭庭の裏口へ、漁者が馬の毛を撫でつけたり、すいたり、 あるいはバックルで止めたバグの学音を震わせたりする暗くて臭う馬屋へと失踪して遊んだ僕たちが通りに戻るとそれぞれの台所の窓からの明かりが地下勝手口をいっぱいに照らしていた僕のおじが角を曲がるのが見えたら無事に家に入るのを見てしまうまで僕たちは影の中に身を潜めたあるいはマンガンの姉が弟をお茶に呼び入れるために戸口に現れたら 僕たちは通りの左右に目を凝らす彼女を影からじっと見ていた。僕たちは彼女がそのままいるか、中に入るか見守り、彼女がそのままだったら、諦めて影から出て、万願家の階段へと歩み寄った。彼女が僕たちを待っている。その姿が半開きのドアからの明かりにくっきりと浮かんだ。弟は従う前にいつも彼女をからかい。 僕は柵のそばに立って彼女を見ていた。彼女が体を動かすと彼女の服が揺れ、柔らかい編んだ髪は左右に触れた。毎朝、僕は表側の居間の床に伏せて彼女のドアを見ていた。ブラインドをサッシのすぐ上まで引き下ろしていたので、僕が見られるはずはなかった。彼女が戸口の段に現れたとき、僕の胸は踊った。僕は玄関へ走り、 教科書をつかみ、彼女の後を追った。僕は常に彼女の茶色い姿から目を離さず、僕たちの道が分かれる地点に近づくとペースを速め、彼女を追い越した。毎朝のようにそうなった。いくつかの何気ない言葉のほか、僕が彼女に話しかけたことはなかったのに、彼女の名前は僕の全身の愚かな血の召喚状のようだった。彼女の面影は、 ロマンスに全くふさわしくない場所にまで僕についてきた土曜の晩におばが一へ行く時は僕もいくつか荷物を運ぶために行かなければならなかった酔った男たちや駆け引きをする女たちに押され労働者たちの罵り豚のほう肉の樽のそばで見張っている店員の甲高い声のお題目おどのバンドっさのことを歌ったカムオール流とか 僕たちの祖国の問題に関するバラードとかを歌うストリートシンガーの鼻にかかった歌声の中僕たちはけばけばしい通りを歩いたこれらの騒音は僕にとってただ一つの性の感覚に収束し僕は敵の群れの中自分の聖杯を無事に運び行く僕を想像するのだった時折彼女の名が僕の口をついて 自分でもわからない不思議な祈祷や賛美の中に飛び出した。僕の目はしばしば涙でいっぱいになり、僕にはなぜかわからなかったが、時には心臓からあふれたものが胸に流れ出すように思われた。僕は未来をほとんど考えなかった。いつか彼女に話をするのかしないのか、話しかけるとして、どうやって彼女に僕のわけのわからぬ崇拝を伝えられるのか、僕にはわからなかった。 しかし僕の体はハープのよう彼女の言葉や仕草は弦の上を走る指のようだったある晩僕は司祭が死んだ奥の客間に入った暗い雨の晩で家の中には何の音もなかった壊れた窓ガラスの一つを通して地表に打ち当たる雨が聞こえ細かく絶え間のない雨の針は水の浮いた土のベッドに戯れていた 遠いランプや窓明かかかりが、僕の下ですに光った。僕はそのようにほとんど見えないことを感謝した僕のあらゆる感覚が隠れたがっているらしく自分が今にもそれらからすり抜けようとしているのを感じながら僕は両手の手のひらを合わせて震えるほどに握りしめ何度も「おうあいおうあい」とささやいていた。 ついに彼女が僕に話しかけた彼女が僕に最初の言葉をかけたとき僕はひどくまごついて何と答えたものかわからなかった彼女は僕にアラビーへ行くつもりかと尋ねた僕の答えがイエスだったかノーだったか僕は忘れた素敵なバザーだろう行きたかったのにと彼女は言ったでもどうして行かれないの と僕は尋ねた。話をする間彼女は手首の銀のブレスレットをぐるぐると回した彼女はいけないその週は彼女の修道院の木葬があるからと彼女は言った彼女の弟とあと二人の少年たちは帽子の取り合いっ子をしていて僕一人が柵のところにいた彼女は忍び返しをつかみ僕の方へ頭を傾けていた 僕たちのいる戸口の向かい側のランプの光が彼女の首の白い曲線を捉えそこにかかる髪を照らしそして下に落ちて柵の上の手を照らしたそれは彼女の服の片側にあたり彼女がくつろいで立つとちらちら見えるペチコートの白い縁飾りを捉えた「あなたはいいわねえ」と彼女は言った「もし言ったら僕は言った」 君に何か持ってくるよ。その晩以後、どれほど数限りない愚行が寝ても覚めても僕の思考を荒廃させたことか僕はその間の長く退屈な日々を滅ぼしたかった学校の勉強にはイライラした夜は寝室にそして昼間は教室に彼女の面影が僕と読もうと努力するページの間に現れた アラビーという言葉の一音一音が思い起こされる静寂に僕の魂は浸りその東洋の魔法をかけられていた僕はそのバザーに土曜の夜行かせてほしいと頼んだおばは驚いてそれは何かフリーメイソンに関係したことではないでしょうねと言った僕はクラスでほとんど質問に答えなかった教師が恩和な顔から厳しい顔になるのを僕は見ていた 彼は僕が怠け始めたのでなければいいがと言った僕には当てどもなくさまよう考えを集中することができなかった僕は世の中の大事な仕事にはほとんど我慢がならず今や僕と僕の願望の間に立ちはだかるそれがつまらない事柄醜く単調なつまらない事柄に思えた土曜の朝僕は夕方 バザーに行きたいと思っていることをおじに思い出させた彼は帽子掛けのところでブラシを探してから騒ぎをしていたがそっけなく僕に答えたああわかってる彼が玄関にいたので僕は表側の居間に行って窓際に伏せることができなかった僕は不機嫌に家を出てゆっくりと学校に向かって歩いた外気は無慈悲に底冷えがして すでに僕に不安を感じさせた。僕が夕食に帰宅した時おじはまだ帰っていなかったそれでもまだ早かった僕はしばらく座って時計を見つめていたがそのカチカチ言う音にジリジリし始め部屋を後にした僕は階段を上り家の上の方に着いた高い冷たい何もない薄暗い部屋部屋は僕を解放し 僕は部屋から部屋へと歌いながら行った。正面の窓から、下の通りで遊ぶ仲間たちが見えた。僕に届く彼らの叫びは力を失って不明瞭になり、ひんやりするガラスに額を押し付けて僕は、彼女が住む向こうの暗い家を眺めた。僕はそこに1時間も経っていただろうか。想像力の投影する茶色い服の姿、曲線を描く首や、柵の上の手や、 服の下の縁飾りにランプの明かりが慎しみ深く触れた姿のほかには何も見ていなかった再び僕が開花に降りてみると暖炉のそばにマーサー夫人が座っていた彼女はおしゃべりな婆さん質屋の未亡人で何やら経験な目的で使用済みの切手を集めていた僕はティーテーブルのゴシップを我慢しなければならなかった食事は1時間以上も延びたが おじはまだ帰らなかった。マーサー夫人は「行くわ」と立ち上がった「これ以上待てないのは残念だが8時を過ぎているし夜風は体に悪いので遅くに外出するのは好きではない」と彼女が言ってしまうと僕は拳を固く握りながら部屋を行ったり来たりし始めたおばが言った今夜のバザーは 延期することになりそうね。9時に玄関でおじが掛け金をかけるのが聞こえた。彼の独り言が聞こえ、コート掛けがオーバーの重みを受けて揺れる音が聞こえた。僕はこれらのことの示す意味を理解した。彼の夕食の途中、僕はバザーに行くからお金が欲しいと頼んだ。彼は忘れてしまっていた。世間の人はベッドに入って、もう寝入っている頃だ。 と彼は言った。「僕は笑わなかった」「おばが熱心に彼に言った」「お金をやって行かせてやってもいいじゃないこんな風にすっかり遅くなったのはあなたのせいなんだから」「おじは忘れていて大変済すまなかった」と言った「勉強ばかりで遊ばせないと子供はバカになるという昔のことわざを信じとしているんだ」と彼は言った。 彼は僕にどこへ行くつもりかを尋ね、僕が彼に再度言うと、彼はジアラブズ、フェアウェルトウヒズ・スティードを知っているかと尋ねた。僕がキッチンを出るとき、彼はその一遍の冒頭の数行を、叔母に暗証して聞かせようとしていた。僕はフロリン銀貨を手にしっかりと握り、駅に向かってバッキンガム・ストリートを大股に歩いた。買い物客でごった返し。 ガス灯がギラギラ光る通りを見て、僕は旅の目的を思い出した。僕は人のいない3等の車両に席を取った。我慢できないほど遅れた挙句、列車はゆっくりと駅を出ていった。それは荒廃した家の間を、そしてキラキラ光る川を越えて、這うように進んだ。ウェストランドロー駅では多数の人々が車両のドアに押し寄せた。しかしポーターが、 これはバザーへ行く特別列車だと言って彼らを下がらせた僕はガランとした車両に一人残った数分のうちに列車は即席の木のプラットホームのそばに止まった僕は外の道へ出て明かりに照らされた時計の文字盤を見ると9時50分だった僕の前にはあの魔法の名をかざった大きな建物があった 僕は6ペンスの入場口を見つけられずバザーが閉まってしまうのを恐れ疲れた顔をした男に1シリング手渡ししながら急いで回転式の入り口を通った僕は大きなその高さの半分を中2階が取り巻いたホールの中にいたほとんど全ての出店が閉まりホールの大部分は暗闇の中だった僕は礼拝の後の教会に道渡る そんな静寂を認めた。僕はオズオズとバザーの中心へ歩いていった数人の人がまだ開いている出店のあたりに集まっていたカフェシャンタンの字が電飾で描かれた幕の前で2人の男が銀の円形本の上の金を数えていた僕はコインの落ちる音を聞いていたやっとのことでなぜ来たのかを思い出した僕は出店の一つに立ち寄り 時期のの花花瓶や花模様ティーセットを調べた。その出店の戸口のところで若い婦人が2人の若い紳士と話したり笑ったりしていた僕は彼らのイングランド人のアクセントに気づきぼんやり彼らの会話を聞いていた「おう絶対そんなこと言わないわ」「おうだけど言ったよ」「おうだけど言わない」 彼女そう言わなかったああ僕は聞いたおおそれは嘘。僕に気づいて若い夫人はやってきて何かご入り用ですかと僕に尋ねた彼女の声は励ますような調子ではなかった義務感から僕に話しかけたらしかった僕は出店の暗い入り口の両側に 東洋の衛兵のように立つ大きな瓶をヒゲするように見て小声で言ったいえ結構です若い夫人は花瓶の一つの位置を変え二人の若い男のところへ戻った彼らは同じことを話し始めた一度か二度若い夫人は肩越しに僕をちらと見た僕はそこにいても仕方ないと分かっていたけれども 商品に興味があるのをより本当らしく見せるため彼女の出店の前でグズグズしたそれから僕はゆっくりと立ち去りバザーの真ん中を歩いた2枚のペニーカが僕の手から落ちてポケットの中の6ペンスにぶつかった僕は中2階の端の方で消灯だと叫ぶ声を聞いたホールの上部はもう完全に暗かった闇の中を見上げながら 虚栄心に駆り立てられ嘲笑われた人間、それが自分だと僕は考え、苦悶と怒りに僕の目は燃え上がった。